オープン戦、ドジャース、エンゼルス、29日ドジャースタジアム。エンゼルスの大谷翔平投手、26、が2番、投手で出場。3本塁打を許して、3回途中、4安打5四球7失点で降板した。3回、スミスに3ランを打たれた後、右手に何らかの異変をマドン監督らに訴えた模様で交代となった。なお、初回1走者なしで迎えた第1打席は見逃し、三振。4回の第2打席で代打を送られて交代した。